あんなやつ俺の格上ですよ僕の。あ、松崎しげるおぞ、しげるおぞ、ありがとう、あけおめ今年もよろしく。いや、相手も切れることがねえな、うん、いや本当に、いや体調悪いな、体調だけだ、体調だけだよな悪いの。うん、違う、ありがとう。いやー、グレコ風いて、さっきいらっしゃい。なんか外出て気づいたけど結構ひどいな俺状況が、結構状況がひどいことに気づいた。家にいるときは気づかなかったけど、外で気づく。結構状態がひどいね俺、歩いてたらやっぱ立ちくらみみたいにするもんね、熱はそこまでじゃない、7度ぐらい。熱マスカラスいらっしゃい。寒気若干、あれだけ暖かい格好部屋でしてるから寒気感じなかったけど若干かな。ホテルの何環境がいいにもかかわらず寒く感じるってことは少し、熱出ないとね。年末から続いてるからね、風がね、ニャジラね、続かなきゃいいけど。どんでんいらっしゃい、久しぶりだね、どんでんね。久しぶりっても3日ぶりくらい。あ、ハートが500個あるぞ、ファンタ。これでどうなんの、ファすげえわ。ああ、やっぱすごいわ。還元率がすごい。ああ、しばらく外に出なかったから、寒さに敏感。あ、すごいわ。違う、上がり方がすごい。ハートのファンタスティックは、花火よりすごいわ。花火のファンタスティックより、多分還元率はいいな。多分。やっぱ外出ないとダメだね。出る機会がないんだよね、出る機会が。外配信をしてない限り今の俺にはないでしょ。前までは彼女と外で出会ったりもしてたけどね、デートとかで出かけてたけど、それ以外だともう配信で外出るしかないもんね、うん、今年のインフルだよ。俺インフルじゃないもんね、ただの風邪だよ。風邪、栄養ドリンクね、栄養ドリンクないんだよ。でもね、まあ、外出るときはマスクするから、マスク、うん、助かりマスクよ、うん、本当に調子が悪いな。ちょっとコンビニ行くだけでインフルエンザになったら、そうね、1週間引きこもってて1日外でコンビニエンスストア行っただけでインフルになった男だから、病原菌には弱いのよ、病原菌には。野菜食わないな。年末から風邪ひいてる。30日から風邪か。30日から喉調子悪いなって言って、ずーっとこのまま、喉痛くて、うん。とりあえずパッパいろいろやりたいよ。うん、あのなんかもう、なんかこの辺がイガイガするっていうかさ、ちっちゃな虫がいっぱいいる感じ。この辺に。年末からずっと続いてるよこれ。もう5日間ぐらいでしょ。インフルだったらもう治ってるからね、うん、ルシーどんな人間なんだろうね。本当にここ寝配信がダメだからな、寝配信ができないからね。着替えていい？その前に着替えよう。暖房ついてる、うん、いやあれだな、年明け一発目何やるか
年明け一発目。もう心霊を取られちゃうとな、やることが限られるよな。やっぱ原付配信だよな、原付旅だよな、旅、うん、旅が一番だよな。手っ取り早いのはパッパッパッとできるのは、今さ、ちょっとインフルエンザにかかってる人がいてさ、看病してあげたいよ、かわいそうだよね。苦しんでんだろうな、きっと。かわいそうだ。結構優しいからね、俺ね。優しいからさ、インフルで苦しんでんだろうなと思うとさ、インフルって一人でヒーヒー言わなくちゃいけないじゃん。結局、誰も看病してくんないじゃん、インフルって。近くにいるけど。そこはかわいそう。ああ、まあ俺も風邪だしな。俺インフル移って治るんだったらさ、インフル移りたいもんね、代わりに、うん、かわいそうだよ。もう俺なんかご老体だからさ、うん、ああ、ああ風邪かしら。咳が止まんねえもん。パララよろしく。これ肺炎かなんかかな、これ肺炎になってるかな。マイコプラズマじゃないな、肺炎になってるかもな。でも肺炎、うん、分かんないけど、風邪からこれ肺炎になったんじゃない俺。長引く肺炎だから若干熱ある。若干そんな高熱じゃないけど、うん、あ俺喘息だ、喘息持ち。でも喘息だよ、ぜいぜい言うから。医者だって、医者今日からでしょ、今日っていうか4日からでしょ、医者って。今日帰るとき医者行くか、どっか適当に、うん、医者の薬が一番効くもんね。そう、気管支喘息、俺喘息持ちだからね。加湿器部屋にないだろ。加湿器はついてないだろ、さすがに。ラブホだからな。あ、そっか、土曜日だ、4日、土日が前そういう席は3ヶ月も続いた。時間配信、電波ないところ、範囲がない場所の方が多い。中入ると全部入らなくなるね。ググればいいじゃん。まあ、帰り見つけてみるか。6日まで病院空いてない、月曜日までだ。しょうがねえな。アスナいらっしゃい。タオル濡らしてどっかかけとく。あ、しょうがないよね。濡らしてちょっとどっかかけとくか。うん、それが一番だよね。調子が悪い。めぐめらっしゃい。まあアンチが減っただけだから、俺からすればデパスで飯うまなんだよ、うん、これが一番いいの、アンチが減った状態っていうのは、うん、この間にもうがっちりがっちり囲いじゃないけど、優位が界っていうものをがっちりの盤石の状態にするから、うん、俺はそれを狙ってんだよ。アンチが一人でもいる状態っていうのはよくいい状態じゃないから、そうすれば来なくなって閲覧が減る、一時減る、その間に固めとけば新規がどんどん増える。もう間違いないことなんだから、うん。タバコでも吸いたくなるんだよね、タバコね。風邪ひいても。緊急病院、緊急までじゃないでしょ、だって。
その緊急で行くと、なんか金がなんか少しかかるでしょ。ハッチクリアして。金が少しかかるでしょ。なんか 15% とか 20% とか。そう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 、ゴキブリみたいなもんだからさ、変なコメント引き金ね、湧くんだよ。ゴミがね、ちょっと腐ってくるとゴキブリが湧いてくるかのように湧くから、そういうやつらを排除していかないと、うん、まずは。待合室でそれこそインフルをもらう、待合室いないでしょ、緊急。にゃんくろいらっしゃい。いやー、つれえ、マジつれえ。初見さん、2万人のミクルコールさんいらっしゃい、ね、デルタルもいらっしゃい。あー、調子が悪い。まあ、言ってない。早く直して。もう動けないもん、本当にこんなんじゃ。ピエールポリスらして。とりあえず薬剤師いる薬局行って、市販薬でも、病院行かないともらえないでしょ、薬剤師のところ。風邪気味とか、風邪、にゃんくろ。いやー、きつい。もう男でもいいからさ、もう勘定してもらいたいよ、本当に。きついよ。やっぱね、独身男性のもかわいそうだね。アンダーテイカーでして独身男性の病気になった時のこの、わかる？一流屋さんに聞きたいですが、ゆうかさんにとってゴミリスナーとはどんな方を指す？ゴミリスナー、その音叩いてばっかのやつ、うん、ゴミリスナーでしょ。ゴミリスナーは叩いてばっかのアホコメントでしょ。アホコメントを打つやつでしょ。それゴミでしょ。アイテム投げなくても普通にコメント書いてるやつは普通のリスナーと思うしね。直人が一番。直人買うか。明日帰る、うん、いやー、きつい。